ビ<ズ>2019年の参議院選挙広島選挙区の買収事件をめぐり公選法違反の罪で有罪が確定し当選無効となった河井安里氏が20日夜大量の睡眠薬を服用し救急搬送されていたことが分かりました。警視庁によりますと20日午後6時半ごろ河合氏の親族から 河井氏からさようならと自殺をほのめかすような連絡があったと百刀番通報がありました。警察官が東京渋谷区の自宅へ駆けつけたところ、意識が朦朧とした状態の河井氏を発見したということです。大量の睡眠薬を飲んだとみられ、病院へ搬送されましたが、命に別状はないということです。今、悩みを抱えている人のために相談窓口を ご覧の電話番号に設置しています。